5月2日、2015年、開幕からの連続無敗がチーム記録を更新し J リーグ記録へ J1 の開幕から連続無敗記録は2021年に川崎フロンターレが達成した25試合が最多だその中には浦和レッズが0対5で敗れたあの第6節も入っているわけで返す返すも前半のうちに1点2点取っておけなかったのかと思う。 その頃のチームの完成度から言えば間違いなく川崎の方がレッツより上だったろうがそれでも勝つ可能性が100対0ではないのがサッカーだそれを残念に思うのは川崎の最多記録をけなしているわけではない昨年川崎がこの記録を更新するまでこの開幕からの連続無敗記録はレッツが持っていたからだまた抜き返せばいいだけの話だが「だけ」というほど簡単ではない 2015年5月2日土曜日レッズは埼玉スタジアムにガンバ大阪を迎え J リーグ第9節を行い1対0で勝利したこの年の J1 リーグ開幕戦で湘南ベルマーレに逆転勝利して以来7勝2分け開幕から9試合無敗はレッズ史上初だったそれまでレッズは優勝した2006年の開幕から8試合連続無敗が最多だった こういうい数字はあまり意識しててていなくくもスポーツ新聞が教えてくれる。この2015年の第9節はガンバもチーム記録がかかっていたらしい宇佐美隆が前節でチーム大記録の6試合連続ゴールなんとガンバでは7人目でそれほど珍しくないというから驚くちなみにレッズでは2002年にエメルソンが作った7試合連続ゴールの記録があり その部分ではガンバ大阪を上回っているがこれはエメの突出した記録であり6試合連続が7人もいたのはすごいと思うちなみに現在は8人になっているというということでガンバは宇佐美の7試合連続ゴールでチーム記録を更新するかという注目点があったらしいもちろんそれだけ得点しているということはチームも好調で開幕1分けいっぱいのスタートから6連勝 首位のレッズと勝ち点1差の2位だったからこの第9節は首位攻防戦だったのだそれでなくてもレッズにとっては前年 J リーグ優勝をかっさらわれた憎い相手まずここで仮の一つを返したかったかつてナショナルダービーと呼ばれた両チームの対戦にふさわしい力の入ったきっ抗した試合だったレッズは興梠心臓が怪我で欠場ワントップにはズラタンが入っていた 80分リダナリが相手ボールを奪い武藤勇樹に渡すと左サイドに走り込んだ宇賀神智也に武藤がパス宇賀神の左クロスをファーサイドのズラタンがシュートしゴールを割った最後は合わせるだけだったが阿部勇樹がニアサイドに入ってディフェンダーを引きつけるなど多くの選手が関わって相手の守備を完全に崩したからこその簡単に見えるフィニッシュだった首位決戦を制したレッズは開幕からの 連続負けなしをチーム史上最多の7試合に伸ばしたそしてこれから試合の度にその記録を更新していくことになる2ステージ制のファーストステージ17試合を無敗で優勝しセカンドステージ第2節まで負けなしを続けたのだこの開幕から19試合負けなしが当時の J リーグ最多記録だったチー,ム記録チーム記録更新から J リーグ記録更新へ その第一歩となった日だった。さてこの内容は Web サービスノートにも掲載しています。この日に関する他の方の投稿も読むことができます。ぜひノートにアクセスしてハッシュタグあの日の私たちで検索してください。あなたは2015年5月2日何をして何を感じていましたか皆さんの投稿をお待ちしています。セオジュンがお送りしました。それではまた明日。